まだ終わっていない。これは私たちの劇場。これは千人で作り上げる舞台。糸はもうあなたの体に巻きついた。私、雷の律者、あなたの力に。
この実験体ももうダメか。騙して利用した人たちにその代償を払わせてやる。Thank you.
ただ、ここはバビロンの塔。シーリンが閉じ込められて苦しんだ場所。痛いよ。歩くたびに痛みが。これはシーリンの記憶。おい、実験体が逃げたぞ。警備は何をしてる。彼女を止めろ。いや、来ないで。逃がすな。捕まえろ。痛い。触らないで。嘘つき悪魔。殺してやる。シーリンが受けた痛みと復讐を渇望する心が彼女を空の律者にした。彼女の人類を憎む強い気持ちがひしひしと伝わってくる。いや、あの実験体を捕まえろ。彼女は貴重な研究材料だ。生きたまま捕らえろ。前回捕獲した崩壊獣を全部出せ。こいつらみんな狂ってる。させてやる。消えて。もうダメか。しかしここまで持っただけでも十分だ。研究する価値がある。彼女を抑えろ。だらけの利己的な大人たちに私が受けた苦しみをその100倍、1000倍、数万倍にして返してやる。
ごめんなさい。ひどいことをされたのは知ってる。今さら思い出して謝りに来たの？遅い。もう遅いよ。私がもっと早く気づいて、もっと早くあなたたちを助けに来ていれば。私を信じて、ついてきて。綺麗事ばかり。そうだ、思い出した。嫌な大人たちは笑って私にこう言ってた。私たちがした実験はヴァルキリーの成婚を作るためだって。お前たちのせいだ。私はお前たちのための道具なんかじゃない。証明する。私の力がお前たちよりもずっと強いことを。てめえのやつら誰も生き残れると思うな。テレサ気をつけて、攻撃してくるわ。飛行部隊、迎撃準備。人類の武器がどれほど弱いものか、私が教えてあげる。あの人たちは
シーリンに消えない痛みを残した。癒えることがない傷を。彼女の心の闇はどんどん大きくなっていった。よく見てなさい。人類の本当の力を教えてあげるわ。シルバーバレットバージョン0314発射準備。カウントダウン5 4 3 2 1発射。あなたったらどれだけお酒を飲んだのよ。自分の娘のこともわからなくなったの？これも姉の力。私を娘だと思ってる。ここでお前たちを。さあシーリン、あなたのためにケーキを用意したの。ケーキ？お母さんが生きてた頃一回だけ食べたのを覚えてる。一口だけなら。この味おいしい。あの頃食べた味だ。ごめんねシーリー、二日もあなたに寂しい思いをさせて。だから明日は一緒にお出かけしましょう。お出かけ？私は何をしてるの？どうしてあいつらを殺さなかった？私の親じゃない。まあいいわ。ここは私が作った元凶。私がその気になればいつでも殺せるんだから。一
まず彼らが何をしたいのか見てみよう。平凡で幸せな日常、もし崩壊がなかったら、お母さんが死んでなかったら、私もこんな幸せを手に入れてたの。シーリー、この店に入りましょう。ここのお洋服かわいいわよ。困ったわ。私の娘は何を着ても似合っちゃう。全部買っちゃおうかしら。じゃあこれは？あら、さすが私の娘、センスがいいわ。この服を着たあなたは世界一可愛い女の子よ。お母さんに抱きしめさせて。待って、ダメ、抱きしめないで。抱きしめられたくない。私は何を考えてるの？どうかしてるわ。あの一瞬、彼女のぬくもりが欲しくなった。あの女は私のお母さんなんかじゃないのに。爆発？ふん、こんなガラス片にやられるわけがない。シーリー、危ない。何してるの？怖がらないで。お母さんが守ってあげるから。お母さんはここにいるから、そばにいるから。イヒリベディヒ、シーリー。お母さん、嘘つき、お前は嘘つきだ。娘じゃないのはとっくに知ってるんでしょ。よくも私を騙したな。シーリン、聞いて。娘じゃないって分かってるのに、私のことが大事なふりをして私に近づいて。やっぱりお前の目的も私を殺すことだ。他の人と同じ嘘つきだ。大嘘つき。シーリー、実は…くそくそくそ、全員どきなさい。
だけだけど、シーリンの殺意が弱まった。憎しみより彼女の心にある失望と怒りの方が強いみたい。痛い、やめて、私を傷つけないで。死にたくない、死にたくないよ。シーリン、私は死んだの？何も感じない。感じるのは寒さだけ。最後まで私は一人ぼっち。お母さん、寒いよ。お母さん。大丈夫、シーリン。もう大丈夫よ。シーリン、かわいそうな子。私はあなたを騙そうなんて、一度も思ってないわ。元凶の中であなたの孤独と苦しみを見せてもらった。私は本当にあなたのお母さんになりたい。あなたの失ったものをもう一度与えてあげたいと思った。でもあの時、私は何も変えられなかった。少なくとも、あなたの人生の最後に、このぬくもりをあなたにあげたいわ。ディーベティ
シーリン。あの時、あんたはどんな夢を見たの？イヒ・リベディヒ。あんたが心の中で何度も口にした言葉、あんたにとって一体何を意味するの？記憶の影が答えをくれるわけないか。明日みんなに話してみよう。キエナ、どうかしたんですか？なんだか上の空ですが。心配をかけちゃったみたいだね。もう一人で背負わないってみんなと約束したから黙ってるつもりはないけど、ちょっと複雑だからどう話せばいいかわからなくて。ブローニャは気にしません。キアナの言葉で少しずつ教えてくれればいいんです。じゃあブローニャ、唐突かもしれないけど、シーリンってどんな人だと思う？第二次崩壊を引き起こした空の律者シーリンのことですか？うん、夢の中で彼女の記憶を何度も体験したことがあるの。シーリンは律者で人類の敵だけど、夢の中で最も感じたのは彼女の心残りの方だった。世界は彼女に苦痛を与えた。だから彼女は憎しみや憎悪を他人に向けた。でも彼女に愛情やかすかな善意を向けた人もいた。なんだか彼女のことをかばってるみたいになってごめん。多分私も記憶の影響を受けてるのかも。もっと頑張らないとだね。キアナが謝る必要はありません。悩みを打ち明けてくれたこと、ブローニャは嬉しいです。
シーリンが引き起こした第二次崩壊。ブローニャの両親はその災害で亡くなりました。彼女が憎い？全く憎くないと言えば嘘になります。ですがその災害はブローニャの物心がつく前のことです。正直に言うと実感がありません。第二次崩壊は空の律者シーリンの死によって終結しました。彼女は払うべき代価を支払ったんです。だからブローニャの憎しみももう終わりました。キアナの話は間違っていないとブローニャは思います。人は鏡みたいなもので、それぞれが思う世界を映し出しています。傭兵だった頃のブローニャは、感情のない兵器みたいで、世界に対して冷たい殺意しかありませんでした。カリアお母様がブローニャを孤児院に入れてくれて、ゼーレがブローニャに家の意味を教えてくれました。人生には様々な可能性があります。成長する最中で接した人はその人に影響を与え変化をもたらし、違う道を歩ませることもあります。シーリンもブローニャもそれはみんな同じです。支配の律者もそれを利用して人々の負の感情を大きくし、そしてそれを利用して世界に危害を加えてきたんじゃないですか。負の感情に負けてられないね。その通りです。それが人の心の強いところです。でも、キアナの言ったのが、キアナの中にあるオットーによって目覚めたあのシーリンなら、ローニャは彼女が嫌いです。彼女がキアナに苦痛を与えましたから。ありがとう。こうして考えてることを素直に話して素直に礼を言うキアナは、なんだか昔のキアナに戻ったみたいです。
私もこうしてた方が私らしいって思ったよ。うん、すっきりした気がする。訓練室で話すだけっていうのももったいないし、ブローニャ、久しぶりに手合わせしてみない？いいですね。次元挑戦、撃墜数、それとも1対1ですか？言っておきますが、模擬訓練でもブローニャは手加減しませんよ。望むところだよ。セーフレイヤーにいた頃、ブローニャは一度もキアナに負けたことがありません。今日はどうかな？成長しましたね。当然でしょ。どうやらブローニャも全力を出さなければならないみたいです。うん、全力でかかってきて。全力で戦ったのは久しぶりです。あ、疲れた。やっぱブローニャは強いよ。おかしいです。ブローニャどうしたの？やっぱり使えません。断りの律者の力がまだ回復してないんです。まだダメなの？支配の律者を倒したら戻ると思ってたのに。
トローニャもそう思ってました。でもやはり何か変です。最初は時間が経つにつれ力も徐々に回復するものだと思ってました。でもこんなに時間が経っているのに回復の兆しはありません。何か鍵となるものを見落としている可能性があります。でも人形はもう消滅したし支配劇場にも戻れないよ。どうやってブローニャの力を取り戻したらいいんだろう。ブローニャは律者の力だけを頼りに戦ってきたわけではありませんので大丈夫です。ただこの裏に何か別の意味が隠されているのではないかと心配です。実は私もちょっと疑問に思ってたことがあるの。支配劇場で空の律者の力を使って通路を開いた時、力を奪われる覚悟をしてたんだ。人形が空の律者の力を自在に扱えるようになるまで時間がかかると思ったから、それまでに奴らを倒せれば私たちの勝ち。だから私はそれに賭けようと思った。不思議なことに私の力は奪われなかった。その後の戦闘でも空の律者の力を使ったけど何の支障もなかった。あの時人形たちは勝機がないから諦めたのかと思ったけど、でもブローニャの話を聞くとやっぱり違和感がある。律者の力を奪えば明らかに向こうにとって有利なのに、どうしてそれをしなかったんだろう。はい、確かに妙です。
空の律者の力を手に入れるためハイペリオンまで来たのに、いざチャンスが来た時に手を出さないなんて、別の意図でもあったのでしょうか。博士たちに報告して相談します。キアナも気をつけてください。うん、そうする。もうダメ、お腹すいた。先に食堂に行ってるから、また後でね。してるの？これ壊れてるみたい。壊れてる？ボタンを押してないからだよ。ほら、こうして押せば出てきたよ。はい、わさびピーナッツ。どうしちゃったの？まるで初めて自販機を使ったみたい。ふん、どこかのおバカさんがどうしても好きなものを食べてほしいなんて言うから、めんどくさいわ。来なければよかった。ゼーレ、なんか別人みたい？でも、どんなゼーレもゼールだよね。当たり前でしょ。私たちはゼーレだもの。あなたはどう？もう一人のあなたとの喧嘩はどうなったの？いけないことを言ったかしら。ゼーレに知られたらきっと怒られるわ。誰しも心に善と悪が共存してるから、あまり気にしないでって言いたかったのよ。あなたがあなたの信じたいものを信じ、それを貫き通せば、それで十分でしょ。
イスありがとうね。じゃないけど、ちょっと話がしたくなったから。そんなにかしこまってどうしたのよ。何かしら？シーリンのことなんだけど。シーリン、第二次崩壊の時、テレサはシーリに会ったことがあるんだよね。ええ、あの子を助けてあげられなかったこと、今でも辛い記憶だわ。彼女は人類の敵になることを選んだ。それでもテレサは彼女を助けたいと思ったの？あの子は過ちをたくさん犯したけど、彼女一人が悪いわけじゃないわ。彼女を正しく導いてあげる人が彼女のそばにいなかっただけよ。子供に善悪の区別を教えるのが大人の義務だもの。正しいことを教えてもらえなかった彼女が過ちを犯し、そしてその罪を全部彼女に背負わせてしまったら、それこそ責任転嫁だわ。もしも私がもっと早くバビロンの塔の実験に気づいて、シーリンをセイフレイヤーに入学させていたら、彼女は助かっていたかもしれない。そうしたらあの災害も避けられたんじゃないかってたまに考えるわ。けど、この世にもしもなんて存在しない。起きてしまったことは変えられないの。テレサ、シーリンのような悲劇が二度と起こらないようにするしかない。それがセシリアの願いでもあるわ。閉じ込められたことがあるわ。中で何があったかは知らないけど、シーリンは彼女と向き合う時にだけ迷いを見せたわ。セシリアの目を見た時、
本当にあの子を助けようとしてるんだって私も気づいた。彼女の性格からしてきっと最後の1秒まで諦めてなかったと思うわ。もう手遅れだって分かってても彼女は諦めない。彼女はそういう人よ。何かを決めたら最後までやり通すの。自分が傷つこうとも他人に優しくする。その優しさで多くの人を救ってきた。私もジークフリートもシグレキラも。彼女は美しい月光のようで私たちにぬくもりや愛を教えてくれた。私はセシリアの選択を信じるわ。私もセシリアの愛と優しさを広めていきたいと思ってる。素敵だね。ありがとうテレサ、その話を教えてくれて。私もちゃんと考えて自分の選択をするよ。久しぶりに昔話をしたら少し感傷的になっちゃったわ。今日はセシリアの花で入れたお茶でも飲もうかしら。落ち着いてくれテスラ博士。君が声のボリュームを上げても調査進捗は変わらないよ。何があったの？人形事件の余波さ。私が説明するわ。私たちが船体の人形個体を消滅させた後、人形の宿主たちも徐々に正気に戻っていったの。まあ彼ら自身は律者と意思の疎通を図る手段がなくて有効な特定方法もないから調査で推測した結果でしかないんだけど、ここ2ヶ月の失踪報告、当事者の性格が急変したという証言、自身の変化に気づいた本人の申告、そういった方法で特定していったわ。
それらの報告をまとめたところ、私たちはその結果に驚いた。その数が1000を超えていたのよ。急いで結論を出す必要はないよ、キアナ。私たちも最初は驚いたけど、さらに調査したところ、事実は私たちの想定と少し違っていたわ。失踪報告と目撃証言には一部人形と無関係な事件があった。それはまだ私たちの想定内だったんだけど、本人の申告によるものに関しては怪しい部分がかなり多かったの。一部内容が矛盾してる人たちもいて、確認しに行くと勘違いだったって言われることもあった。一番訳がわからないのは、3回聞いて3回とも全く違う回答をしたやつよ。それって誰かが嘘をついてるってこと？そうよ。どこで情報をつかんだか知らないけど、異常な力によってトラブルを起こした場合、その責任を負わなくてもいいってことを知ったみたい。で、それを利用してる奴らがいるのよ。そういった奴らは人形のことを全然知らないから、宇宙人に誘拐されたとか、毒キノコを食べたとか、悪霊に取り憑かれたとか、デタラメなことを言ってたわ。そして本当に人形の影響を受けた人たちは、自分に何があったのか説明できないくらい言ってることがめちゃくちゃなの。そういうめちゃくちゃな証言から彼らの行動を調べつつ、嘘やデタラメを言ってる奴らの判断もしなきゃいけない。そのせいでネゲントロピーの調査は全然進んでないし、今も被害状況をうまく整理できてないのよ。以上のことから
人形とその宿主は仙台のみという結論はそのまま維持することにした。ポジティブよね。まあね。別に褒めてないんだけど。まあいいんじゃないか。テスル博士もそういった考え方を学んだ方がいいと思うぞ。必要ないわよ。難しいことを考えるのは苦手だな。でもみんな私のために考えてくれた。わけのわからない質問をしても誰も笑わず真剣に答えてくれた。いろんな形で私のことを思ってくれて、助けてくれてる。本当に私は恵まれてるな。ありがとう、みんな。
しい。この時間はみんな眠ってるはずなのに、何かが落ちたのかな。ドアの外から気配は感じない。敵意もなさそう。でも油断は禁物。異常を確認したらすぐみんなに知らせないと。これって支配劇場？待ちくたびれたよ。私たち、どうして？作戦はうまくいったのに、人形は消えたはずなのに、とか思ってるでしょ。どういうことか知りたい？知りたいよね。なら来て、来てよ。あなたの決意を見せて。人形が生きてる。支配劇場もまだ消えてない。道理で断りの律者の力が戻ってないわけだ。でもどうして？見逃した人形がいた？それとも1000体以上いたの？私たちは間違ってない。あなたが一番資格を持ってるよ。資格？何の話をしてるの？あなたのことは知ってるよ、キアナ。私たちの都市を救ったヒーロー、空の律者キアナ。あんた、天球市で暮らしてた人？そうそう、会ったこともあるんだよ。あなたはもう覚えてないだろうけど、私はずっとあなたに会いたかった。面と向かって感謝を伝えたかった。
の頃の私は普通の中学生だった。天球市の郊外で暮らし、一度もそこを出たことがなかった。でもある日、怪物が学校を襲って平凡な日常を破壊した。学校が廃墟になって、私の友達もクラスメイトも先生たちも瓦礫の下に埋まった。彼らの助けを呼ぶ声はどんどんと弱くなっていき、やがて静寂が訪れた。なのに私はその横で泣くことしかできなかったの。私の人生はここまでだ、もう誰も私たちを助けてくれないかもって思いながら、私はゆっくりと目を閉じた。その時、あなたが現れたんだ。あなたは笑いながら私の頭を撫で、もう大丈夫、よく頑張った、救援はもうすぐやってくるって言ってくれた。私とそんなに年が離れてないのに、あなたの笑顔は揺るぎないもので、勇敢で綺麗で眩しかった。まるで光みたいに私を照らしてくれた。私は涙を拭いて立ち上がる勇気を振り絞った。学校は廃墟になっちゃったけど、少なくとも私はまだ生きている。その時の私にとってあなたは希望の化身だった。努力すれば何もかもがうまくいくと信じてた。でも私は勘違いしていた。生き残った私は避難の的になった。同じ区域の子供たちもそこの学校の生徒だったのに、生存者は私だけ。周りの家庭のほとんどがあの災害で家族を失った。彼らは互いを支え合い励まし合ってた。でも私の両親とだけは距離を置くようになった。どうして私だけが生き残ったのか、そんな声が少しずつ増えていき、最後は憎しみに変わった。誰も居場所をくれず、誰も両親に仕事を与えなくなった。災害の救援も様々な理由でうちの申請だけが遅れた。
災害は私たちを潰せなかったけど、同胞であるはずの人類が私たちを潰した。母は毎日のように涙を流し、勤勉だった父は酒に溺れ怒りっぽくなった。ある日、酒を飲んだ父の独り言を耳にした。あの子もあの災害で死ねばよかった。あの瞬間、私の中で何かが張り裂けそうになった。そして私の耳元でささやき声が聞こえた。ようこそ支配劇場へと。もしあなたが私を助けなかったら、私は苦しまずに済んだし、両親だってもっといい暮らしができたはずだと、だんだんと考えるようになった。またあなたのことを耳にした。あなたがあの爆弾を止め、都市を丸ごと救ったと。でもそのせいで私の苦難はまだ続いた。あなたが良かれと思ってしたことが、私により多くの苦しみを与えた。人の心の卑劣さは災害よりもずっと恐ろしい。こんな世界なんかに最初から本当の救済なんて存在しない。生きることが死ぬより苦しいなら、どうして私を助けたの？未来が今よりも暗いなら、どうして光を見るように言ったの？あなたがヒーローならどうして、私の両親を苦しめ彼らの人生を壊したクズたちを助けようとするの？やっとここで私は答えを見つけた。劇場にいる人はみんなそう。この世界にいるみんなそうなんだよ。盲目的ですぐカッとなる。自分本位で悲観的で、自分の欲しいものもすべきこともわからず、ただ他人の言いなりで、かわいそうな役者で、そして愚かな人形。あなたに礼を言わないと。
あなたが私をこの絶望的な舞台に上がらせたのは、私にそれを教えてくれるためだったんだね。私も彼らと何の違いもない。私も卑劣で醜い人類の一員だよ。いや、惑わされないよ。あんたは支配の律者、人類じゃない。あんたが彼らの負の感情を大きくし、極端な結論を出すように誘導したんだ。人類の考えを真似する人形。人の心はそう簡単じゃない。あんたの宿主、あの女の子もそんな弱い人なんかじゃない。まだ自分の立場が分かってないみたいね。さあ来て、まだ聞かせたい話がたくさんあるんだから。あの子を助けたつもりが、かえって辛い目に遭わせてた。私の努力が悪い結果をもたらしたの。報酬として質問するチャンスをあげる。一回だけだよ。あんたの宿主、あの女の子はまだ生きてるの？そんな質問か、つまらない。いいよ、答えてあげる。私たちは人類より正直だからね。あの私は一応生きてる。でも周りに仲間外れにされ、両親に冷たくされ、心が崩れつつある。生きてるよりも死んだ方がマシだろうね。それもあなたのせいだ。あなたが私を苦しませる奴らを助けた。あんな奴らはさっさと死ぬべきだ。あの爆弾でみんな死ねばよかったんだよ。そんなことさせない。もう一度選択する機会があったとしても、私はあの災害を阻止する。
じゃあ、あなたは奴らの共犯者だ。人殺しだ。家族を失った辛い気持ちを生き残った人にぶつけるのは人の心にある悪だよ。でもあんたが言ったように、彼らが早くトラウマを克服するため互いを支え合い励まし合ったのは人の心にある善。誰にだって心に善と悪が共存してる。だからそれは私が人助けを諦める理由にはならない。あの最大の悪だもんね。私のことをたくさん話したから、そろそろあなたの話をしようよ。どう呼べばいい？キアナ？実験体 K423？ それとも空の律者シーリン？私たちは仲間になる素質を持った人のところに行ける。でも彼女の意識があなたに抑えられたせいで、糸をあなたに巻きつけることができない。彼女を劇場に招待することができないんだ。から決めたんだ。何に変えてもあなたを私たちの劇場に引っ張り込むってね。私たち一人一人は弱いけど、みんなの力を集めればきっとあなたも隙を見せてくれるはず。あなたたちの罠や小細工、私たちの劇場で砲撃を仕掛けてきたことも私たちは全然気にしてないよ。だってあなたが劇場に入ってきた瞬間から私たちは成功してるんだもの。支配の律者、最初からこれを計画してたの。道理で仲間の犠牲を全然気にしないわけだ。人形が増えた。戸惑ってる？悩んでる？あなたの考えが読めるよ。で
もそんなの全然意味がない。人形は所詮人形、あなたたちは本物の支配の律者に一度も気づいていない。ここはいいね、見晴らしがいいし、最高の演目を行うのにふさわしい。もう終幕の時間だけどね。おやおや、役者がもう待ちわびてるみたいだ。あんたたちの本当の目的はシーリンの意識を刺激し、空の律者を再び目覚めさせること。そう、そうだよ。今外の奴らは一件落着とか思ってるでしょ。みんな普段の生活に戻りたいとか思ってるでしょ。ネゲントロピーは怪しいと思いつつも、民衆の圧力によって危機は去ったと言わざるを得ない。問題、もしこの時私たちが再び登場して、さらに空の律者を連れていたら、人類たちはネゲントロピーをどうすると思う？そうそう、ベルトたちはずっとキアナ・カスラナは自分の力をコントロールできていると言ってたね。そんなことはさせない。でもそれは今までの計画に過ぎない。今回の行動で意外な収穫があった。キアナ、あなたはシーリンよりも私たちの一員になる資格があるかもしれない。から新メンバーにその資格があるか審判を行う。名前を言え。知ってる知ってる、彼女はキアナ、キアナ・カスラナ。いや、彼女はキアナなんかじゃない。かわいそうなやつ、名前も人から盗んだものだったな。でも心配ない、心配ないよ。ここのみんなだってそう、みんなあなたと同じ敗者なんだから。
ちの基準で私を判断しないで。おや、私たちが嫌？あなたにそんな資格がある？私たちは人形だけど、あなたはどうなの？コアの入ったクローン実験体？うわ、人類じゃない。そもそも人類じゃないんだ。静粛に静粛に。新メンバー、罪を白状せよ。知ってる、知ってる。あなたのせいでジークフリートという男が全てを失った。あなたを助けるために彼は娘を失った。器の大きい彼はあなたを育てたのに、恥知らずなあなたは彼の腕を切り、彼をパパと呼んだ。あなたが自分をコントロールできず、おとなしく閉じ込められるつもりもないせいで、あなたの友達はみんな帰る場所を失った。あなたは美しい世界を守るために戦うと言いながら、自分の先生をその手で殺した。あなたは親友を傷つけ、そのせいで彼女はあんな危険な場所に身を置くようになった。あなたはヒーローらしいことをしてるけど、あなたの周りにいる人はどんどん少なくなって、世界はますますひどくなった。あなたは悪人、罪人だ。あなたの人助けでその罪をあがなうことなんてできない。知ってる、私たちは知ってるよ。あなたの心の声を、本当の考えを、そこの見えない絶望と苦しみを。あなたは私たちの誰よりも苦しみの味を知ってる。あなたはこの世界の誰よりも人形の宿主になることに向いてる。自分を見極めて現実と向き合え。もうあんたたちのデタラメは聞き飽きた。このバカバカしい審判、そろそろ終わりにさせてもらうよ。あんたたちに惑わされない。私は屈しないし、絶望もしない。はあ、せっかく第二律者の記憶をわざと見せたのに、何も感じないの？恥ずかしくならないの？
ぱりあんたたちの仕業だったんだ。悪いけど、そういうのは聞かないよ。私を信頼して支えてくれる人が私の周りにたくさんいて、彼女たちが私にすべきことを教えてくれた。それを利用して私を動揺させるつもりなら諦めた方がいいよ。あなたを信頼して支えて、あなたをかばって放任しての方が正しいでしょう。あなたが空の律者であり、人類最大の脅威であると知りながら、リスクを冒してあなたを生かした。命がけであなたを守って、あなたを呼び戻す人もいた。しかし、彼女たちにそんなことをする資格がある？セシリアでも姫子でも、シーリンやあなたを助けた時、他の人たちのことを考えた？そのせいでたくさんの人たちが恐怖にさらされることを考えた？いや、彼女たちは数千万の命を考えずに、あなたを、いつ爆発するかわからない爆弾を、救いようもない罪人を選んだ。それがあなたの言ったすべきこと？自分勝手、所詮は偽善者の自己満足だ。もういい。怒った？仲間が悪く言われるのが気に入らない？誤解しないで。あなたにもいろいろあって、何を言われてもあなたの意志が揺らがないことくらい分かってるよ。でもそんなあなたにも心残りがあって、埋められない隙間がある。私たちはあなたのすべてを知ってる。あなたの心も苦しみもね。一般人が虚数空間で生き残れるわけがないと分かってるのに、あなたは何度も何度も自分を騙してきた。あなたはネゲントロピーの他に、天命もヨルムンガンドもブレイグジェムを探してて、それなのに今まで何の収穫もないということを知ってる。本当は分かってるくせに、
真実を認めようとせず、自分を騙すかのように絶対連れ戻すからとか言ってたね。誰のことかも言ってないのにもう分かってるんでしょ。彼女があなたの心にある一番弱い部分、あなたの永遠に癒えない傷だよ。もしもあの日に戻れたら、もしも彼女の命を救えたら、あなたは全てをかけて罪を償いたいと思ってる。でもあなたにそんなもしもは存在しない。動揺しないって言ってるけど、事実を目の前にしてもあなたはまだ平然としていられる？その時が来たとしても、あなたは自分の言った素晴らしさを信じられる？できない、できないよ。だって、あなたは退屈極まりない偽善の道を選んだ。それは終わりのない愚者の道だよ。心を震わせる大逆転の時間だ。希望が絶望になった瞬間、あなたはどんな表情を見せる？ここにあるかわかる？プレイグジャム。そう、そうだよ。心の中の答えを言え。村田姫子は